でしょ。だって私が選んだ恋人。私と彼が恋人のふりしてること。お母さんも分かってたの？ありがとそれじゃあ、お父さん、お母さん、気をつけて帰ってね。お疲れ様。本当にありがとう。うん。お父さんも納得してくれたし、それにあなたからかっこいいセリフも聞けたし。ほら、私のこと。冗談なの？じゃああなたは私のこと好きじゃない？
よ。意地悪してごめんなさい。でもあなたがあんなこと言ってくれて嬉しかったのは本当よ。そうだ、今日のお礼をしなきゃね。うん、恋人のふりしてくれたお礼、何でも言って。どう？お礼決まった？あなたとデート。